な感じですね。皆さんこんにちは。仙台でヘアメイクをしておりますゆきと申します。よろしくお願いいたします。今回はゴム2本でできるお団子アレンジのご紹介になります。私も肩つかないくらいのボブの長さなんですが、ボブの方でもできる簡単なお団子アレンジになります。短いとこの襟足の部分の処理が難しいとよく聞くんですが、今回そこをポイントに説明していますので、動画を見てぜひ挑戦していただけたらと思います。ベースは絹糸のストレートアイロンを使っていきます。軽く毛先中心にオイルをなじませた状態で、毛先に外羽を作っていきます。アレンジしていくうちに出てくる毛先の部分がちょっとカールついてるとなじませやすくなるので、ベースは軽く巻いてあげてると楽にアレンジしていけると思います。今回はゴム2本でできるお団子のアレンジ作っていきます。まずはトップの髪、上下に2つに分けて上の部分全部まとめていきます。ちょっと後で結び直すので仮止めでお団子状にして、邪魔にならないように毛先を上にして留めておきます。そしたら短い方のお団子アレンジのポイントなんですけれども、ここの下の部分、短い部分ですね、ここを全部まとめてあげてゴムでまず結びます。普通に一つ結び、しっかりめに結んであげてください。したらちょっとゴムを下にずらして、ゴムの結び目の上に穴を作ります。でいつもくるりんぱっていうアレンジだと毛先を上から下に通すんですが、今回は上にアップにしていきたいので、毛先を穴の下から上に通します。そしたら毛先左右に分けてギュッと締めてあげると、これでアップにできます。結構短い方でもギュッと結んで逆くるりんぱしてあげると簡単に上げることができるので、ここがポイントになります。で先ほど仮止めしておいた上の部分をもう一度しっかり集めてあげて、ここをお団子状にしていきます。でちょっと毛先は遊びで出してあげようと思うので、このまま出します。そうすると先ほどの結び目の部分が隠すことができるので、このような形で結びます。あとは前の方から見て遅れ毛にした息をちょっと出してあげて、前からバランスを見て引き出していきます。じゃあ指1本分ずつぐらい間隔上げていただくイメージだとバランスがよく引き出せるかなと思います。トップの部分も少し高めに引き出しててあげるとバランスがよくなりますので、こんな感じで引き出します。とお団子にした部分ほぐしていくんですけど、縦にこう裂くようにして引き出していってあげると、こうラフな感じのふわふわのお団子ができます。ちょっと中の方の毛とかも裂いてあげる感じのイメージでほぐしていきます。そしたらまたストレートアイロンでこの下の出してた部分の
毛先をちょっとカールつけていきます。これ毛先が先に外羽とかつけててあげるとちょっと足すだけでできるので楽ちんにアレンジができるかと思います。顔周りも巻いていきます。波ウェーブとか縦に引いてくるんと巻いてあげるのをミックスさせると結構顔周り動きが出るのでいいかと思います。でちょっと多い毛はこう耳にかけてあげるとこの後ろの遅れ毛のように使えるので巻いて耳にかけてあげるといいです。ちょっと分量を減らして耳にかけるとこういう遅れ毛風に使えます。で前髪はちょっとずつ毛束を取ってくるんと巻いたら流したい方向に持っていきます。くるんと感じですね。と後ろの結び目のゴムの部分隠したい方は毛先の部分ちょっと取ってあげてゴムに巻きつけます。であとはピンで毛先を留めていきます。普通のピンで留められる方はそれでいいんですけど、こういう飾りになるようなアクセサリー感覚のピンで留めてあげるとそのままおしゃれに見えるので、特に隠しピンしないでもそのまま刺しちゃうだけなので楽ちんにおしゃれに見えます。こんな感じですね。仕上がりはこんな感じです。